だ。いらねえ、早く話せ。白炎病の少年、白い町に生き残りがいたのか。この世の全てを恨んでます。まるでガキの頃の兄を見ているようです。かわいそうだが、白炎病を治す手立てはない。あまり肩入れするな、ボロが出るぞ。ええ、分かってます。俺は兄を止めるためにここにいる。ドフラミンゴは凶暴な男です。ドレスローザへは行かせない。ある日海兵が一人死んだんだ。そいつは私にとって特別な男だった。ガキの頃に出会い、息子のように思ってた。正直で人一倍の正義感を持ち、信頼のおける部下でもあった。だが生涯で一度だけ私に嘘をついた。オペオペの実の取引がありますか。兄が情報を得ています。何？トップシークレットだぞ。コラさんの電電虫の相手って。ドフラミンゴもここまでだ。スワロー島に待ち伏せてドンキホーテファミリーを一網打尽にする。お前は島に近づくな。そのつもりです。こちら上陸部隊、死者の中にドンキホーテファミリーの幹部が。コードネームコラソン。画像を送りました。確認を。ロシなんてなぜその島にいる。私は裏切られたんだ。しかし理由があったはず。あの事件で消えたものは4つ。バレルズ海賊団、私の部下の命、オペオペの身、